こんにちは、HKS の森田です。今日はこちらにある、HKS USA がセマのために制作した GR スープラの紹介をしていきたいと思います。まずその紹介をする前に、ちょっと HKS とスープラの歴史を軽く振り返ってみたいなと思うんですけれども、HKS とスープラの歴史は、1980年の前半まで、遡ります。当時、セリカ WX と呼ばれた車をチューニングして日本車で初めて300キロ以上の速度を出すことに成功しました。そして1990年代にはいわゆるマーク3の70スープラでドラッグ仕様の車両を作って 7.9 秒というタイムを記録しました。そして2000年代に入ってマーク4の80スープラでまたドラッグのスープラを作って、その車では1500馬力を出してクォーターマイルで6秒9という記録を達成しました。まあ、そのようなモータースポーツ活動から、HKS は様々な、ノウハウを得て商品の開発に生かして、今でも 7M 用の商品だったり 2J 用の商品などは、たくさんの人に、使っていただいています。そしてこちらの GR スープラに関しても、車が発表されて以来、トヨタ自動車様と協力のもとドリフト用のモータースポーツ車両を製作して、7月にイギリスで行われた、グッドウッドスピードオブフェスティバルに参加してきました。まあ、このように HKS ではこの GR スープラに関してもすで、にいくつかモータースポーツの、活動をしておりますが、まあ、今後はこれを活かして商品開発に進んでいきたいなと思ってます。そして、いよいよこちらの HKS USA が製作したスープラの説明していきたいと思うんですけれども、この車は、まあ、大体2ヶ月ぐらい納車を待って、まあ、ようやく納車されたんですけども、もうその日に、納車された日に、ダイノのテストに持って行って、で、大体ノーマルの状態で340馬力ぐらい出てました。まあ、それはそんなに悪くないなという数字でした。そしてもうそのまま次の日には、レーストラックに持って行って、ノーマルが、どういう素性なのかっていうのを、確認してきました。まあ、車としてはすごくいいんですけれども、やっぱりどうしても、レーストラックなんかを走ると、少し足のサスペンションの動きが大きくて、まあ少し物足りないなという印象でした。その後、HKS の、既に発売中の、スプリングキットとエアフィルターと、あと、プロトタイプのマフラーを装着して、もう一度、ダイノに持ってきました。で、まあ、そのエアフィルターと、マフラーを交換したことで、だいたい約30馬力上がって、結果としては370馬力という結果でした。そして、その状態で、もう一度レーストラックに持って行って、まあ、そのマフラーをとエアクリーナーとサスペンションを変えたことで、どのように変化したのかっていうのを確認してきたんですけれども、まあ、やはり、スプリングキットを装着して、車高も少し下がって、バネレートも少し上がることで、車の動きがクイックになって、非常にサーキットでも楽しめる車に仕上がりました。そして、まあ、しばらくの間この車は、ラッピングの会社に預けて、その後、ラッピングの会社から帰ってきたら、いよいよこのボディキットを装着になったんですけれども、まあ、まだ車が納車されて2週間足らずでそのボディをカットするっていうのは、まあ、結構勇気がいったんですけども、まあ、実際でもそのボディキットは、合わせてみたら位置はすごく分かりやすくなってますし、ボディをカットするラインさえ決めてしまえば、まあ、あとは、すんなりとボディのキットの方は装着できました。そしてボディキット装着して、もう一度ラッピングの会社に預けて、その間に、横浜タイヤさんからタイヤ、アドバンホイール、あとは、ブリッドさんから、ブリッドのシートとエンドレスさんから、パッドを協賛いただいて、それらの部品が届いたので、車がラッピングから帰ってきたら、それらを装着して、まあ、あとは、車高の調整だったり、ホイールのフィッティングの調整だったりをして、この車が完成しました。まあ、この状態で、セマショーの方には展示しますけれども、まあ、これから HKS では、もっと様々な商品の開発も行っていきますし、この車自体もいろんな場所でレストラックだったりいろんな活動をしていきたいなと思ってますので、皆さんこれからも楽しみにしていてください。